平野紫仕様の陶芸アート元キングプリンスメンバーの新たな才能が開花。皆さん、こんにちは。今日は、日本のエンターテイメント界で大きな注目を浴びている元キングプリンスへのメンバー、平野紫仕様さんについてお伝えします。彼は音楽、演技、そして最新の趣味である陶芸においても才能を発揮しています。平野の仕様、陶芸への情熱。 平野紫耀さんは多彩なエンターテイナーとして知られていますが、最近、彼の陶芸への情熱が注目されています。彼は自身のインスタグラムで、小生前の陶芸作品を公開し、完成が楽しみです、とコメントしました。これらの作品は、壺状の2点とコップ風の1点で、特に左端の作品については、自虐的なコメントを添えています。 平野さん自身もその作品の正体がわからないようですが、その謎めいた魅力がファンを引きつけています。陶芸体験が SNS を席巻。陶芸に対する平野さんの情熱は SNS を通じて広まりました。彼は陶芸体験中の写真や動画を投稿し、ろくろに向かう真剣な表情が多くのファンから注目されました。 その投稿は1200万件を超えるいいねを獲得し、陶芸への彼の情熱を証明しました。また、彼は初のインスタライブでも陶芸体験について言及し、コップを作ろうとしたものの、結果的に花瓶ができたというエピソードを共有しました。ファンからの熱い反応。平野志洋さんの陶芸作品は、彼のフォロワーたちに大きな反響を呼び起こしています。 コメント欄には、紫輝くん、見せてくれてありがとう。色付けしたらもっと素敵になりそう、思って、頼りだいぶ過敏 WWW コップはといったコメントが寄せられ彼の作品に対する期待と興奮が伝わってきます。さらに、買い取らせていただきたい。味があって、逆にいい。といったコメントもあり、陶芸作品に対するファンからの熱いサポートが続いています。 元キングプリンスへのメンバーである平野紫耀さんが陶芸に打ち込んでいる姿は彼の多彩さと新たな才能を示すものとしてファンや多くの人々に感銘を与えています。音楽と演技において成功を収めた彼が陶芸の世界でもその才能を開花させファンを驚かせています。 今後、彼の陶芸作品がどのように進化していくのか、我々も楽しみにしています。読者への挨拶。今回の記事をお読みいただき、ありがとうございます。平野志洋さんの新たな趣味である陶芸についてお伝えできて光栄です。彼の多彩な才能と情熱は、ファンにとっては必見ですね。今後の彼の陶芸作品に期待しましょう。 また、最新のエンターテイメントニュースについてもお楽しみにしていただければ幸いです。